広島東上線、広島三次小原東上線は、広島県広島市、北広島町、秋田田市、三次市、小原市を結ぶ高速バスである。特に名称などが定められていないため、本記事では便宜的にこの名称を用いる。JR 芸備線との競合があり、三次まではほぼ互角であるが、列車の本数が少なくなる小原、東上ではかなり優位に立っている。 またバスが全便都心部の広島バスセンターを経由するところも強みになっている。席は全便自由席の座席定員制である。ACT 中央通過便は広島西風新とインターチェンジを通過して広島ジャンクションから山陽自動車道に入り五日市 IC で高速道路を降り広島県道71号広島行き線に入り大塚駅北交差点を右折し 大塚駅停留所に停車する。広島市内中心部3時間の所要時間は、快速、三好ライナーとほぼ等しく、運賃は1530円、高速バスの運賃は1530円である。なお、本数は、芸備線が1時間に1、2本、高速バスが1時間に2、3本。小原3時間の本数は、最大1日8本。 小原始発の高速バスは1時間に1本程度。東場だと広島まで接続があるのは1日2本。広島行きのバスは1日6本。当時は、広島市外国道54号など壁国道191号、広島北インターチェンジ3次方面という経路で運行されていた。また、千代田地区では当時存在していた広島電鉄の千代田、営業所に停車していた。 この後、2015年7月30日を最後に、松江線も、高野停車を終了。4、1、広島3時、小原、東上線のダイヤ改正及び北部エリアのバス停名称の変更について、広島電鉄、2018年4月18日閲覧。高速広島線ダイヤ改正について、微北交通、2018年4月18日閲覧。 4、26、広島三次、小原、東条線三次もの毛ミュージアムのリーレについて、広島電鉄、2019年5月4日閲覧、高速広島線ダイヤ改正のお知らせ、美北交通、2019年5月4日閲覧、2020年11月2日、ダイヤ改正のお知らせ、美北交通、2020年11月8日閲覧、 ありがとうございます。